皆さん、こんにちは。しょうまにです。今回紹介するトミカは、イオンチューニクカーシリーズ第23弾の鈴木ハスラーです。スケールとアクションは箱には書いてないんですね。で、あと、こちらにロードバイク、スタイル仕様と書かれています。で、イオンのマークが書かれていますね。で、ボディカラーは、金色ですかね。金色と、 黒の二色になっています。あとこういう模様がついてますね。模様が書かれています。それでは開封していきます。 こちらですね。で、前はこんな感じになっています。フロントの部分には鈴木のロゴマーク、エンベレムが書かれています。その上にはハスラーと英語で書かれています。ボボネットの部分には黒い縦線が入っています。で、後ろはこんな感じです。 後ろの方にも、真ん中の部分ですね、鈴木のロゴマーク、エンベルムが書かれています。その右下には、ハスダーと英語で書かれています。で、こちらにも、黒の縦線が入っています。で、上はこんな感じで、下はこんな感じになっています。メン倒にベトナム、ベトナム製になります。2014年製のトミカになります。 おそらく元々の数字だと思います。で、ナンバーは75番ですね。こちらも元々の数字だと思います。で、スケールは1 58分の1で、鈴木ハスラーと英語で書かれています。で、トミー、トミカという文字も書か,書かれていますね。英語で書かれています。あと、側面の方なんですが、ドアの部分ですね。模様が書かれています。反対側も同じですね。 ボディカラーの部分なんですが、まああと屋根の部分ですね。こうやって光に当てると、まあこうやってキラキラ光るようになってますね。まあ小さな粒々があって、まあ、光に当てるとキラキラ光るようになっています。とても綺麗ですね。で、アクションはサスペンションと 工房ドア開閉になります。内装はこんな感じです。で、走りはこんな感じです。以上で紹介を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。